Tower Records。求道者の皆さんもこんばんは、本日も清く明るく爽やかに全国津々浦々のアイドルソングを紹介してまいります。難波かずみのアイドル36号、2021年8月のレギュラー会、本日も残念ながら無観客での開催となってしまいました。拍手でもないですよ ね, いや先月1回だけ、そうですね、久しぶりに有観客でできていけるかなと思ったんですけど、やっぱりオリンピック始まったら一気に増えて、いやでも、あ、こんばんは、難波です。あ、そうだ、あのこんばんは、宮城です。お願いします。この間、うん、あの取材で、はい、国立競技場の近く の,、うん、あの撮影スタジオだったんですけど、はいはい、めちゃくちゃ人いましたけどね。あれでしょ、五輪のあれを撮りに、そう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 、あんなの置いてたら取りに行きますよね、みんなね。そうだから、えっと思って、あ、こんなにいるんだと思って、うん、なんかちょっと自分ビビってたんですよ、職質されないかなとかでもすごい人が写真撮ってる人がいすぎて全然普通に通れたっていうか、うん、あ、でもね、道がすごい封鎖されてて動きづらかったんですけど、あ、うん、けど今日ね、すでに5000人って言ってたんで、感染者が、あ、ね、だからこれね、どうなることやって感じですね。だってもうね、あれですよ、ロフト10あたりでやってる人はみんな感染してますからねあ、そういうこと言わないでください。あ、そうですよね、某所でライブしてる人たちは結構ね、大変。あ、大変なんですか。とかね、なんかその、うん、なんだっけ、あの関ヶ原なんちゃら、あ、はいはい、ね、フェスとかで、うん、クラスターみたいになったりもしてますし、楽屋とかもそうですし、うん、マイクもね、みんな同じの使うから、まあそうですね、なかなかですよね。うちはちゃんとやってますよ、ね、うちは毎回だから、うん、ちゃんと入れ替わる時間たっぷり使ってやってますけど、せちがらいですよ、ね、せちがらないですけど、まあちょっと来月が友人でできるかどうかね、観客入れてやれるかどうか分かんないですけど、うん、ね、だからサブ61で CD を売ろうみたいに思ってくれてる方もすごいいらっしゃるんですけど、なかなかね、すいませんね、本当にね、売りたい買いたいって人いっぱいいらっしゃるんですけど、いつになるやら次は1曲目いきましょうか、うん、ちょっとテンション低くなっちゃった、え、テンション上がる感じで、テンション上がる感じでいきましょう、テンション上がる曲、テンション上がる曲かな謎ファイル富山観光、という一部で盛り上がってる局所で盛り上がってるグループが、僕のフォロワーで盛り上がってるっていう感じですねだし、うん、もううちの番組的にはもう有名な、うん、有名な超グループですけど、うん、が、ついに、アルバムを出しまして、アンソロジー1というアルバムを出して、ずっとねビートルズオマージュでジャケットやってきたけど、今回もビートルズのアンソロジー、アンソロジーですね、これね、で、これまでの曲全部と新曲も数曲入ったアルバムがリリースされて、でそこから先行カットというか、うん、MV が昨日公開されたんですけど、はい、富山でディスコっていうのを聞いてみたいと思います、はい、ワンツーワンツースリー、力強い。
ファイル富山観光で、富山でディスコでした。あんまりテンション上がんないですね。あの曲調はねディスコですけど、歌がすごい優しい感じで、でも このアルバムあのびっくりしてたんですけど、ずっと謎ファイル富山観光ってこういう感じかなと思ってたんですけど、改めて昔の曲を聞くと、めっちゃ声今の曲大人になってますよ。すごい子供声が昔の曲は、なるほど、ただ歌詞の内容はいいですね。ローカル歌詞はもうずっとローカルなんで、ね、あの正統派的な、そう、ご当地ネタが多くていいですね。なんだっけな、氷見市、氷を見ると書いて氷見市なのかな、の、アイスシーっていう歌が入ってるんですけど新曲で、それとかもうめちゃくちゃいいですね。氷見市だ、氷見市、氷を見るでアイスシー、そう、あの氷見について歌ってるんですけど、そう、これとかね、たまらないクオリティ。これあれですね、沖瀬さんもリミックス。あ、そう、沖瀬さんもねめっちゃ推してますよね、入ってるんで、なんかでも、はい、めちゃくちゃ狙ってきてんなって思うのに、なんかやっぱいいんですよね。それが本当に悔しい。そこも計算してるんですかね。でも今ご当地アイドルで変な人たちとか曲でなんかかましてやろうみたいな人たちってほとんどいなくなっちゃうから、すごいあれですよね。じゃあ貴重な、頑張ってほしいですよね。貴重な存在ですね。じゃあね、はい、はい、もう一曲行った方がいい、はい、続きましてはどうしようかな。この間、リミューっていうグループ、はい、あのこの番組でも何度かかけたことある桐生千有さんが、なんかノリで、はい、あの仲間たちと一回だけあのアイドルをやってみようみたいな、久しぶりに。でやってみたら、なんか次々とその元アイドルみたいな人たちが集まって。なんか一つのオールスターグループみたいなになって、今5人なのかな。どこのオールスターですかね。その桐生千有さん と、東雲信乃さん、はいはい、2人はあれですよね、サマロケ、うん、でねねひるねさん、逆さま、で琴見梨央さんは、レッツポコポコから、レッツポコポコ、オリガミリオンやって、で、あと、いや、ここに書いてない、ティップトーの、ティップトー、なんです、最近すぐ名前が出てこないんですよね。年です。いや、本当そうなんですよ。この間、あの、なんだっけ、ハリー・ポッターの話をするのに、あのラドクリフ君の名前が出てこなくて、あの、なんか足立海みたいに。大人にうまくなれなくてずっと言ってて、なんかそれすら出てこないのかっていう悲しみ。それはあの僕もあの50ぐらいからそうだったんです。そうなんですよ、みたいなことが ある意味はですね、36号的オールスターですね。じゃあね、そうで、あ、そう、ごめんなさい、向本真中さんね、向本真中さん、めちゃくちゃ名前特徴あるのにな、が、この音源は4人の音源みたいなんですけど、はい、そこから1曲、はい、ウィークリー。
丸ごと全部ぐちゃぐちゃにして恋しちゃいたいのでもわからなくなることもあるけどね大きなぬいぐるみぎゅっと抱きしめて渦巻いても解決しないよねねえそれも知ってるんだけどもうわかるでしょいつも通り飲んでるよ愛の揺らめき笑っていてよ笑顔が見たいの愛はな君はい、そう1回きりの、ユニットだったんですけどなんか楽しくなっちゃったみたい で、でメンバーも、増え呼ばれればどこでも行きますみたいな感じであもう仕切り台なんですかこれは仕切りは桐生さんなのかな桐生さんなんだでもなんかみんなみたいな感じでしたけどねじゃあ皆さん、うん、すごいあのリラックスした感じでやっていきたいみたいなあそうみんな大変な思いをしたみたいですからねそう今さっき、ツイートしたんですけど、はい、通販のサイトもなんか3人バージョンあもう売り切れかあ4人バージョンが売り切れてんだ今流したのは売り切れてるなのかなちょっと どっちかが買えますはい、はい、という感じですかねはいじゃあ大丈夫ですか行きましょう、はいゲスト1組目、お久しぶりです、I to you スクリーミングさんですみずから置いていくスタイルナウプレイングに失礼しますはいお願いしますお願いします自己紹介をお願いしますはいはい、I to you スクリーミングの相原奈々です。カメラです。相原奈々です。はい、I to you スクリーミングのゆうみりんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2年ぶりなんだね。2年ぶりです。ま、丸2年ね。多分2年前が1周年の宣伝させてくださいっていうので来ました。うんうん、あれ ?2 年前もう2人でした?ずっと2人、はい、多分誰がいた増えるのも減るのもないんじゃないかなって思ってますこのままやってきたはい、はい、セルフプロデュースではいでもすごいよね大変じゃない大変ですよねやっぱ年月が経つにつれて、うん、そのどんどん盛り上げていかないといけない、うん、いけないじゃないですか、うん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 、だから作業量とかも結構増えちゃって、うんうんうん、すごい日々そうやっぱさ最初の方はさ新しいグループわーってなるじゃんみんな、はいはいはい、その後結構勝負そうなんですよ、ね、だ勝負の年が多分2年目3年目って一番勝負だと思うんですけどちょっと大変じゃないですか的にそのなんかねそうなんです本当はもっとできたことあるのにできなかったり、うんうん、あと本当は、ね、やりたいのに、うん、なんかやっていいのかなとかもあったりするので今も何だったらそうだったりしますよね8月そうなんですよ、うん、本当はワンマンがあの8月22日にあるんですけど、うん、それの前にもうバンバンプロモーションみたいな感じでやりたかったんですけど、うんうんうん、もう今は無理じゃないですかそうだよねなんかさ、はい、来てくださいって言っていいのかなみたいなそうなんですよねなんかねツイッターとかでなんかそういうのに怒る人に見つかったらみたいなになりますよねですね困った時代ですよね守ってくれる人もいないのでけど今も自粛警察いるかな いますかいるかいや分かんないフジロックとか見てるとやっぱり、うんうん、フジロックやんのかよみたいになってますから、うん、あまあね、うん、そうだよね、まあ、守る人もいないっていうのは本当そうだよね、うんうん、自粛大変だわセルフプロデュースそうなんですよ、うん、衣装がすごい良いだって ありがとうございますありがとうございます多分前回出た時からかなり衣装変わってます、はい、なんかさ洗練されてますよねあ本当ですか本当ですか、うん、やった
コメント面白いな。見た目の割に声が小さいとか言って。どんな見た目？え、どんな見た目してるの？声でかそうな見た目なのかな。そんな、うん、すごい。そんなイメージか。で、そうだ。今日はね、はい、新しい曲を持ってきていただいて。はい、うん、そうです。こちら。今日持ってこさせていただいたのが、うん、ボロニアっていう今一番新しい曲になってるんですけど、うん、これが、8月7日、あさってのアユスクの主催の日から発売開始になってまして、うん、あとは明日からこ の, あのタワーレコード渋谷店さん の, あの、はい、サブロック1出張所でも取り扱っていただくっていうような曲になってます、うん、そうだよね。これもだから本当は、今日から物販でここで販売の予定だったんですね。本来ならその予定でした。本当すいませんね。あ、とんでもないです。いや、出れるだけで。いやいやいや、まあ、じゃあ曲聴いてみましょうか。はいはい、はい、じゃあ曲振りをお願いします。はい、聴いてください。ボロニア。な感じで、はい、ちょっと衣装に合わせた新曲になってます、はい、うん、イントロが長いコメントはね、いい意味でイントロが長い。そのライブだとその2人の絡み、結構2人の絡みが多い曲になってるので、うん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 、そこを見てほしくてのイントロなんですよ。振りを見て、より良くなる。あ、そうですそうです。振り付けめっちゃいいんですよ。振り付けめっちゃいい、めっちゃいいんですよこれは見てほしいって踊ればよかった、ね、やっぱ踊ればよかったね。ライブに来てください、ぜひあ、すごい、今すぐ買いに行きたいって書いてある。おー、すごい。ぜひぜひぜひ、とりあえず YouTube に上がってるので、うんうん、ぜひ見てください。で、はい、僕から振っていいのかなお願いします。アイスクさん、まだ情報があるんですよね。そうなんです。そうなんです。いいですか、お知らせして。ぜひお願いします、はい、ありがとうございます。今日のために温めてきたお知らせがあるんですけど、はい、今日初解禁します。アユスクの、新曲ができました。イエーイ、ありがとうございますで、はい、その曲がですね、なんと、明日ボロニアと同時発売になります。わーわー急にそしてですね、その曲が、うん、実はもうすでにミュージックビデオも出来上がっております。そうなの。そうなんです、ちょっとまだ今日はまだ公開しないんですが、はい、そういった感じになっております。今日この後ティザーだけ、はい、ちょっとだけ MV を、あ、そうなんだ、流せるので、はい、さっき流した曲は新曲だけれども、はい、ボロニア自体はライブでももうやってるからっていうことだ。で、はい、これから、はい、これ見せて、僕が出していいですか。タイトル、ドン、
あと以上です今回、発表の新曲が、フロートという新曲になります。イエーイ、ありがとうございます。これです、これかわいい。フロート、ソーダフロート的な、はい、先ほどの、ボロニアの方が相原奈々の作詞で、はい、今回の新曲フロートが私ユーミリンの作詞の曲になってます。あ、そういうことなんですね、はい、なので結構メンバーの色が出てる2曲です。ちなみにさ、なんでここでさらに新曲出そうってなったんですか？ワンマンがありまして、そのさっき言ってた8月22だっけ、はい、そうなんで、あとは、まあ、MV を作りたくってっていうので作りました、うん、そのなんだろう、ライブで披露する前に MV ドーンをしたかったってこと、はい、あー、そこはまだ内緒です。あ、そうだ、ごめんごめんごめん、大丈夫、あれだ、大丈夫、あのね、素敵なサプライズのいや、とんでもない、全然、でも今日に合わせての発表だったので、はい、もうずっとこの制作を温めてきたので、うん、早く言いたくてやっと言えたっていう。そうなんだね、あ、すいませんね、ここで情報課金しちゃって、嬉しいです、申し訳ないですね、はい、で、はい、その曲が今日聴けるのかな、はい、ぜひ流していただけたら嬉しいです、うん、あ、時間も大丈夫ですね。フルいけますか？フル微妙、微妙まあでもいけるところまでいきましょうか、はい、じゃあ、 ありがとうございます、はい、お願いします。じゃあまた曲フルお願いしていいですか？あ、はい、それでは聴いてください。フロート、
けた最後まで。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらが今日解禁のフロート。いやこれは素晴らしいんじゃないですか、ね、やったねえ、これは売れると思う俺、あ、うん、ぜひあのクリームソーダのイベントのタイアップとかやりたいです、はい、うん、いやあのまあそれぞれ好みあると思うんですけど、うん、うちの番組の聞いてる方とかは、うんうん、こっちすごい好評っぽいっすね。やった、コメント的にもありがとうございます。コメント、うん、これもあれなの、あさってのライブから。そうです、そうですね、で、うんうんうん、明日のボロニアと同じタイミングでタワレコさんも、上でもそうなんだ、はい、これも売るんだ、はい、へー、これも取り扱っていただきます。あ、じゃあ皆さんぜひぜひ、ぜひ皆さんお願いします、ね、え、結構置くの明日、量は。そうですね、何十枚ぐらい、さ、言っていいんですか。 30か30枚30枚ずつ。あ、でもいい線なのかな。いや、まあ、もう来週明日の目でも、うん、明後日があるので。ああ、そうか、そうだよ、そうだよね。あのライブでライブに来てくれれば。そうなんですよ、ね、ライブだと確実だと思います、はい、うん、そうだそうだ。でも枚数限定なん、そのライブに行くほどめっちゃ、あ、違う、言い方変えよう音源ファンの人は明日会社もいいね、うん、でもね、30は結構 ね、 そうですね、明日でなくなるかも。結構な争奪戦になりそうな気もします。あら、頑張ってこの感じだと、はい、週末なくなってるかもしれない、はい、ぜひ皆さんお願いします。はい、お願いします。一応これが枚数限定になってる。おー、そうなんだ、はい、そうか。え、30枚で終わり。あ、全体はもうちょっとあるんですけど、程度でも少ないです、はい、なるほどね。じゃあ皆さん、はい、お早めに、お早めに感じですかね、はい、でも時間でーす、はい、告知などは、はい、大事なお知らせだけさせてください、はい、8月22日の日曜日に新宿ロフトにて3周年記念のワンマンライブありますので、うん、皆様ぜひお越しください。お待ちしてます。フロートもやります。それでは、はい、大丈夫、はい、はい、じゃあエスクのお二人でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ステリングでした。すごい、15分で2曲かけれるってなかなかないから、うんうん、そういう作戦もある。いい作戦だったね、うん、今日はなんでも喋んないで、はい、じゃあ、曲いきましょうかね、はい、なんかこの間イベントの時に、はい、いただいてしまったんですが、はい、で僕もびっくりして受け取ってしまったんですが、うん、自分も買ってた CD、ベイビーホリックって、一度この番組でかけてあるかな、はい、かけたことあるかな。ベイビーホリックと、その派生ユニットのノアっていうグループがあって、はい、で、この間解散したんですよ、はい、解散して、で全曲が入った3枚組2枚組の CD 足す、はい、映像の DVD かな、おのアルバムがとね、もう売ってないのかな、うん、確かなんか受注生産的な感じで通販でも少しだけ、販売してたんですけど、そこから1曲、はい、ベイビーホリックから、ベイビーホリックの、コンティニュした。
ごいかっこいいドロップの途中ですが、ね、いい感じのところで終わりますね。これね、その2つのユニットの全曲入ってるんですけど、どっちもすごい全部良かったっすね、うん、びっくりしちゃった。おすすめなんだけど売ってない。あの今日僕が昼アクセスした時はもうページはなくなってましたね。もうページはないんだ。うん、あその販売ページが販売じゃん。うん、宮城さんあのいただいちゃったんで、これもすいません、あの後ではい、ありがとうございます。で大丈夫かな、はい、はい、2組目のゲストがねさっきまでいなかったんですけど、なんとか間に合ったみたいで、もう一息ついてるかな、大丈夫かな、出れるかな。はい、ゲスト2組目、小日向ゆいさんです。すごいすごい静か、すごい静か。いや、いや大丈夫、全然大丈夫ですよ、はい、僕はいただいたんで、うん、すいません、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介しましょうか、一応。あ、カメラあっちこっちこっち。あ、小日向ゆいです。よろしくお願いします。小日向さんどうしたんですか、はい、今日。なんか緊張しちゃう。急にね、あ、お客さんいないからね。いや、関係なく。関係なく。うん、36号という空間に。嘘でしょ。嘘。そんな緊張させるようなあれがないでしょ、別に要素が。だって何回も出てるじゃない。え、まあ。心拍数が上がってる。そう、心拍数上がってる。上がってますね、うん、久しぶりです。1年ぶり。え、ワンマンでもこんな心拍数上がんない。な、何、変な圧がある。あれかな、ちょっともうちょっとゆっくりしてから出ればよかったかな、心の準備をしてから。いや大丈夫です。え、今日どうしたんですか、時間結構やばかった。うん、でも8時半過ぎぐらいに、うん、あの裏についてトイレを探したりしてたら、うんうんうん、こんな感じ、こんな感じ、なんかあの私がいること、私誰にも会わなくてここ来てから。え、どういうこと、どういうこと。なんか8時半35分ぐらいに着いたんですけど、うん、そこから誰にも会ってないんですよ。いやいや、いっぱいいるじゃん。誰にも会ってなくないでしょ。なんか、かいくぐっちゃったみたいで。ちょうど誰もいないところ。そう、かいくぐっちゃったみたいで、なんか会わずに過ごして、うん、ずっと入ってこれる。そう、なんかで楽屋のところで、うん、あのお化粧だけさせてもらって、うん、はい、でその時に、うん、なんかあのモニターとかもついてなかったから、うん、本当にやってるって。誰とも会わないし、本当にやってるのかな今日。本当にやってるって思ったけど、難波さんと、うん、なんか峰明社長の声が聞こえてきたから、うんうんうん、あ、やってる、きっといると思って。でもさ、たまにあるよ、自分もそういうこと。なんか、はい、そこで催しやってるはずなのに、あれ誰にも会わない。そう、そう、それでした。知ってる人いない。そう、うん、あれ俺だけなんか間違っちゃったかなみたいな。なんかちょっと寂しくなったりとかしますよね。みんな来てな、逆にみんな来てないのかな。うん。今日みんなゆっくりなのかなってなりますよね。思いました。いや、すごいわかります。あの自分も本当にあの子供の頃とかめっちゃそういうことよくあったんで、うん、大人になってからそうでもないですけど。でも難波さん、はい、結構あの気配消すの得意ですよね。消すのは得意なんじゃなくて、オーラがないんですよ。最初からあの全然誰にも気づかれないっていう、ライブとか見ててもあ、来てたんですかみたいな。いや、めっちゃなんか気配消すのがうまい。だから峰明さんとかってめっちゃ目立つでしょ。目立つ目立つ目立つ。でもそれでかいだけだよね。なんかすごいすごいね、桜学院のライブとか行くとめちゃくちゃ声かけられる、はい、だけど俺一人も声かけられない。結構一緒にいるんだけどな。一緒にこの前も一緒にいましたね、横浜で。そう、一緒にいるし、一緒にめっちゃ番組出て、なんならツイッターのリプとかすごい面白かったですとか来るのに何にも言われない。やたら俺挨拶されますもんね。
もう分かります。 目立つっていうか、そう多分でかいからね。 なんでなんだろう。平沢さんもそうじゃないですか。平沢さんもそうだね。平沢さんも一目で平沢さんって、うん分かるもんね、遠くから見ても分かるじゃないですか。ある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 、ね、あのなんていうのかな、姿勢ですかね。姿勢なのかな。特徴ありますよね、うん、姿勢に。そう、俺はだから特徴すげえないんだと思う、うん、その意味では、うん、寂しいなって思いながらいつもあのみんなに気づかれないで過ごしてます。私もあの動かなければバレないですよ、あんまり動かなきゃね。動くとちょっとおかしな動きが、そうそうそう、動いて動くとちょっとバレるっていうか目立っちゃうんですけど挙動が奇妙な人がいるぞってなりますからね。動かなければ、うん、結構あいたんだってうんうんうん、あ多分特徴は特にないんだと思うんですよね。そうかな。えある、うん、ゴロゴロしますか。ゴロゴロしますかって何ゴロゴロ してないか。えゴロゴロしてますか私。えゴロゴロしてますかって何あのゴロゴロ人数がゴロゴロいるあゴロゴロいる。ゴロ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 いるかってこういうのゴロゴロ存在する。あれゴロゴロの使い方が違う待って待って、ずっとゴロゴロ言ってた。なんかちょっとなんかあれが崩壊してきた。デストロイト崩壊が。デストロイト崩壊デストロイトじゃないでしょ。ちょっと待って、ゲシュタルトね。ゲシュタルト崩壊。ゲシュタルト崩壊、ね、えなんてゲシュ、え何つった今。ゲシュタルト。ゲシュタルト、ゲシュタルト。え変なのなんなん話進まないよ。いや、あ、繰り返すの味やった。あ、やってしまった。あとでも10分ぐらいかな、うん、はい、うん、5分ぐらいは話したと思う、うん、はい、思います。今日は何でしたっけ。え今日は、はい、あの世界が泣いてるという、はい、2アルバム、うん、セカンドアルバムが、うん、が発売になりまして、はい、それを宣伝に来ました、うん、はい、そうなんです。どうですか、宣伝できてます。いや今のところ全くできてないと思います。今のところもうみんなあのデストロイト崩壊しか覚えてない。デストロイト崩壊しか覚えてないと思う、はい、今、うん、そう今日のために靴を買ってきたんです。えマジで、はい、本当だ、新しいじゃないですか。そう、丸9で1900円だったんですよ。5000いくらが1900円になってたんです、うん、すごくない。セールだ、夏のセールです、うん、そうで私、うん109あの、はい、ボロのキャミソール着てきちゃったから、はい、そのボロのキャミソールをなんか恥ずかしいなと思って、はい、で新しいキャミソールを買おうと思って行ったのに靴買って帰ってきちゃったなんでだろうなんでだろうですよねせっかくね、だからちょっと新しいお召し物着ようかなみたいな。あのこれあのジャケットの時に着てる服だから、うんうんうん、今日はこれで行こうと思ったんですけど、うんうんうん、じゃあいいじゃん。そう、その中のキャミソールが中か、うんうん、そうこれ透けちゃうから、うんうん、これがもうボロなんですよ。もう生地が薄くてなんかお腹の方とかところどころ穴開いてるやつできちゃういや言わなきゃバレんって、別に配信なんだからさそんなに映んないお腹のところとかさそっか、うん、ほら白がは、ね、そうそう、結構ほら飛ばしてください。飛んでる飛んでる、大丈夫大丈夫、うん、よかった、うん、これでバレないです。いやよかっただから靴正解、靴新品にして、あよかった、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、私出て、うん、あ忘れた、キャミソール買ってないじゃん、なんで靴買ってルンルンしてんだろうと思って戻ったら8時で閉まっちゃったんですよ。丸9、あ閉まるよね。それで、うん、なんかキャミソールだけなんですかって警備員さんに言ったらダメですねって言われたから、そりゃそうでしょいやでもあるよ、あるある、うん、俺何でも共感しちゃうから あれですけど、買いに行ったもの買わずに別のもの買って帰るってやつ、ね、よくあるんですよ。すよ全然ありますよね。あれなんだっけっていう、だってさ、なんかあれを食べたい、なんか冷やし中華を食べたいみたいな気持ちでお店に入ったのにさ完全に目移りして、で全然違うもの食べて、なんか食べ終わった後にあれなんで入ったんだあれってなりますよね。なんで入ったみたいな気持ちになるよね。あと、うん、食べたいと思ってたものを食べに行ったのに、うん、目移りして違うもの食べて、はい、
かあの頼んじゃって一口食べた時にあれ味が違うみたいな気持ちになりますね。あれ思ってたのじゃないみたいな。これだったかなみたいな。あるあるある。別になんか、うん、そのものが悪いわけじゃなくて、うん、冷やし中華食べたくて行ったのに、うんうん、なんかチャーハン美味しそうと思って頼んで、うんうんうん、食べたらあれチャーハンじゃんみたいな。あそっかたあれでも私冷やし中華味が違うみたいな食べたかったものじゃない。頭の中ではちゃんとその冷やし中華分かってる描いてるのに。そう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 。でも全然ねえでも。あれだよねやっぱ注文するとき緊張するからさちょっとさねなかなかね思った通りにいかないときあるよ。ありますね。注文はとか聞かれたときにはっはいそうなります。めちゃめちゃはってなるのは、うん、ちょっと焦っちゃって、うん、あのじゃあこれで選ぶものがまだあったとき、うん、味、うん、ドレッシングのさらにねそうさらにその先にそうあるとき本当悩むよね。なんかラーメンセットとかでもさじゃあラーメンセットでみたいになったときに塩ですかとかさ醤油ですかとかさらに選択肢があったときにもう分かんなくなるよ。そうなんですよ。そこにほら麺型とかそうもうわけ分かんないですよね。油とかあ決めてくれって感じ決めてくれもう全部いいですみたいなもう全部普通でみたいなそのもうなんか決めることを委ねないでほしいそうそうあのコメダとかでもさあのミニカツのなんかミニがいいみたいなさ、はい、頼みたいのになんかミニカツレギュラーでみたいなわけわかんないこと言ってさはぁみたいな何なんですかみたいに言われたりしていやあーとかなってるうちにあじゃあこれでみたいな何も言わないで指させば正解だろうみたいなありますよね。ありますね、うん、これでってあとなんか読めなくなっちゃいますよね焦ると、うんうん、なんかエビとフェジュエルのなんか難しいなんかなんかフェジュエルのウェルウェルウェル炒めみたいななんかわかんないけどなんか謎のタカタカナ並ぶとエビとこれでみたいなあるわあるわだってあれだ今完全にアルバムの話するの忘れてるもんねもうあと5分ないですよ。どうしよう曲どうしようどうしよう曲とりあえず曲をかけて、ね、はい曲聞こうよ曲はい何がいいかな何がいいかな、うん、ベルベルベルにするそうですね世界にしますわかんない何がいいですかね書きましょうよ曲じゃあ難波さんのおすすめでおすすめでいいんですか、はい、おすすめは俺このまま喋り続けることですそれではない、うんかけましょうよ。かけましょうかけましょう。うん、じゃあやっぱね1曲目がすごかったんですよ。うん、T シャツが。T シャツは今日ナリス。セイブナリスの T シャツ着てます。はい。はい。行きましょう。いいですか。もう時間ないですからね。うんじゃあ僕が曲振りしますね。はい。小日向ゆいで世界が泣いてる。はい。悲しいの。
はい、はい、こっからがねいいとこなんですけどね長かったですね長かったですね時間来ちゃったはい、うん、そうアルバムが、はい、あのこの1曲目がもう終盤こういう感じでブワーなっていくんだけど、はい、すごいテンションがね、はい、あのなんだろう創作意欲が詰まったアルバムですよねセカンドはねもうあのできるだけ最初、うん、環境がいい状態で聴いてもらうと1曲目をすごい細部にまでこだわって、うんうんうん、もう最後のこのクライマックスのためだけにあるこの曲はみたいなぐらいそこにめちゃめちゃ何よりも力を入れたんで、うん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 、そこを聞いてもらいたいなって思います。この間僕インタビューして、はい、近日中に、どっかで見られると思うので、はいね、そこでちゃんと話してますからね。そうですね、うん、ぜひぜひウェブへ、はい、ミュージックマガジンのインタビューもあれかこのアルバムですよね。はい、ね、宗像さんです。はい、うん、めちゃめちゃすごい褒めてくれました。なんか暗くていいよって言ってくれましたなかなかそうヘビーな聴き応えのあるアルバムなんで、うん、ぜひ皆さんお買い求めください、はい、買ってく、はい、聞いてください。告知はありますか。はい、8月の7日に吉田豪さんと、うん、私であのなんだっけお悩み鑑定団っていうのをやってるんですけど、はいはい、それが無観客配信であります、うん、ゲストが私の親友の眉村会になってるので、うん、もうあの郷さんが収められるかわからないようなぐらい私たちがウェーってなると思うのでぜひ見てください。俺もそのなんだろうそういうさっきみたいな話を誰かに聞いてもらいたいですよね。俺たちもね。そうだね。郷さんに聞いてもらう。郷さんに聞いてもらったんじゃないですか。二人で。じゃあ次南波さん。南波さん行ったらいいじゃないですか。ゲスト会を。まゆむらさんの次。次南波さんゲスト会にして、うん、私たちの悩みを郷さんに聞いてもらう。うん、そうそう誰にも共感されない。二人だけしか。そう。二人だけしか。まゆむらさんも割とそっちのタイプなんだけど。はい。そうそうそう。まゆむらはそっちのタイプだけど明るいそっちのタイプだからちょっとなんかね同じだけどこういう感じなんですちょっと違う、うん、私たちこういう感じだからしんみりみたいな、うん、しんみりだよね、うん、ちょっと孤独を感じるみたいなことありますからね、はい、あと9月20日に頭脳警察のパンタさんとラママでツーマンがあってこちらチケット、うん、販売中になってるので、うん、なんかどこかしらで買ってください。よろしくお願いします。配信もあります。はい、というわけでお時間ですね、はい、できました。もう大丈夫です、うん、はい、というわけで、小日向ゆいさんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとう。そう、小日向さんにインタビューしたので早めに公開したい。雑誌はなんか前にウェブでアップしたなんていうんだろう、エイブだったかな、うん、っていうところウェブっすねでやったので、なんか郷さんもやったって聞いてたからなるべく早めに自分もあげたいなとは思ってるんですけど、その時も重めの話をした気がします。じゃあ、はい、1曲いきましょうか。よいしょ、この番組では何度かかけたことがある、世界シティが、はい、世界シティって基本的にパンダ2分の1のカバーがすごい多いんですけど、うん、オリジナル曲なのかな、はい、今回のはついに CD で、いつも CDR だったんですけど、CD でリリースされましたのでそれ1曲聴いてみたいと思います。世界シティで早すぎるスローモーション。絶対に届かない思いをずっと受けて発信する、早すぎるスローモーションで真夜中に溶けてゆく、
珍しいですよね、フェードアウトで終わるっていうアイドルの曲ね、大体やっぱライブ想定してね、ピタッと終わる曲が多いからかっこいい。これもパンダさんの曲なのかな確か。あ、そうなんですか。パンダさんが書いてる。へえ、そうですね、ジェームスパンダジュニアさん、そう、良いですよね、はい、おすすめ。はい、大丈夫かな。はいはい、ゲストいきましょう。はじめましてですね、うん、ユメアドユーロップの皆さんです。よろしくお願いします。お願いしまーす。マイクを持っていただいて。はい、お願いします。はい、お願いします。CD です。お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、はい、スイスレッドアユです。スパニッシュイエローユイです。モナコブルーナギサです。イタリアングループリンです。ブリティッシュグリーンキヨです。フレンチピンクユカリです。私たち夢アドユーロープ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあおかけいただいて。はい、ありがとうございます。失礼します。イングリッシュグリーン、ブリティッシュブリティッシュブリティッシュグリーンか。そうです、はい、ブリティッシュグリーンって何。あ、ここのカラーなんですけど、みんな、はい、すごい詰まっちゃった。あの担当国が入っていまして。ですよね。はい、そのスカートの、うんうん、あ、これが色が担当の色ですってことなんですね。はい、全然さ、その夢アドユーロップ、ユーロップで合ってますよね。はいはい、もう超初めましてだから、そうです、ね、めっちゃ探り探りになっちゃうと思うんですけど。どういうグループなんですか。あ、このグループは、はい、あのお姉さんグループがいるんですけど、はい、夢見るアドレセンスさんの妹グループで、はいはい、ヨーロッパの多様性をコンセプトに活動しています。うん、そう、お姉さんの夢アドさんは、はいはい、初期というか、はい、一番最初の形の時にめっちゃお世話になったんです、はい、あ、そうなんですね。すごい、連載とかの、原稿やったりとかもしてなんだけど、もうだいぶ様変わりして、そこからグループも新体制で、そう、新体制で変わったし、しかももうユーロップってもうわけわかんない。もともとユメミルアドレセンスさんの新メンバーオーディションから、はい、こう最終選考まで残った子たちで作られたチームでってことなんですね。はい、はい、そこから今は新メンバーを加えて、はい、でそれでさ、ヨーロッパでやりますって言われて、はい、皆さんどう思ったんですか。これはもうちょっとあるんですけど、私はこのグループのリーダーなんですけど、はいはいはい、最初夢アドユーロップですって言われた時、嫌すぎて泣いて嫌すぎて、もうメンバー全員嫌だと思うので一人一人に聞いてください、私は絶対に嫌です。あ、すごいね。いや、なんかこれが事務所でこう2階でこう呼び出されて一人ずつお話を聞く感じだったんですけど、一番最初にリーダーが言ってくれたんですね。うん、そしたら泣きながら帰ってきたから、私たちは何があったの、びっくりしちゃった何が、何を言われたの。そう、2階のオフィスみたいなところで、はいはいはい、うん、ユーロップだよって言われて、うん、なんか最初ユーロップをなんか英語で発音よく言ってみろって言われて言ったら、なんかそれがグループ名だからって言われて、はい、で私はこれからヨーロッパを背負わされるのかと思って怖くて怖くて、その怖いんだ、怖くてヨーロッパ背負うのが。アイドル系っていうので想像してたのが、いきなりヨーロッパって言われて、なんか国を背負うよみたいな言われて、もうそれが怖くて泣きました。勝手に国背負わされてもね。そうですよね。その国にもだって許可取ってんのかって。確かに取ってないですね。他のメンバーさんにさ、そうやってじゃあ他のメンバーに聞いてくださいって言ったわけでしょ。で他のメンバーはどうだったの。いや、ちょっとこのあゆちゃん、私はもうめちゃくちゃ賛成してて、うん、めちゃくちゃ賛成してました。なんかその、うん、なんだろう、今の流行りのものを取り入れるよりは、うん、ずっと残るものを取り入れた方が、うん、永久不滅じゃないですか。はい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 、だから、うん、まあ、ヨーロッパいいなと思ったのと、あとまあ旅行できるとか、うん、PV とかを取れるんじゃないかみたいな、あ、確かにね、確かにね、いいなと思いました。うん、そこの国のテーマにしてなんかその人がフィーチャーされたりとか、可能性あるかもみたいな。はいはい、他はどうなんですか。なぎちゃん、みんなも割と、私は結構途中合流のメンバーなんですけど、うん、はい、その時にその話し合いに立ち会ってなくて、はい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 、そしてLINE グループで知ったんですよ。おう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 。最初は LINE グループでその
王道系アイドルで行きますって知らされて、あ、うん、私たち王道アイドルになれるんだと思ったら、うん、いきなりグループ名が夢アドユーロップって変わって、うんうんうん、え、何これ何これみたいな、なんか王道から、うん、え、ユーロップどういうことみたいな、間違えたのかなグループ名みたいな、うん、思ったらなんかその後コンセプトが来てヨーロッパ、え、国背負うのみたいな、うんうんうん、なって、もうびっくりしました、王道じゃないじゃんって、他のメンバーと電話したって言ってたよ、ね、その途中合流、そうなんですよ、え、嘘だよねこれドッキリかなみたいな、え、そんでまあいろいろあったけどみんな結局受け入れたわけですよね、あ、まあ、最後まで反抗はしたんですけど、あ、反抗したんだ、めっちゃ反抗したんですよ、リーダーめちゃくちゃ反抗しました、めっちゃ反抗して、うん、もう事務所の方とかにも絶対ユーロッパ嫌ですみたいな言って、え、結構言ったよね、めっちゃ言って、なんか他に候補とか出してこれはどうですかみたいな、うんうん、だったんですけど、うん、まあ、次の話し合いでもう、うん、あなたはフレンチピンクですって言われたんで、うん、あ、じゃあもう頑張ろう、もうフレンチピンクだなと思ってやるしかないもんね、やるしかないね、え、ちなみにその候補って何だったんですか、他の、あ、夢アドジャーニー、うん、ちょっと待って、 あれってユーカリンが候補だ、いや、私が出したわけじゃないんですけど、うん、なんかその紙があったんですよ、うん、呼び出された時に、はいはい、で、夢アドヨーロッパの下に夢アドジャーニーって書いてあって、これしかない、うん、もうここで助けてもらおうと思って、うん、夢アドジャーニーにしてくださいってめっちゃ言いました、でもさいや、ジャーニーもそんな変わんなくねユーロップよりは、うん、なんかユーロップが嫌すぎてジャーニーが光に見えたあ、もうユーロップじゃなければもう何でもいいぐらいの、そうなんですよ、国だもんね、だってジャーニーだったら旅だから日本も国外も両方行けるもんね、そうね、そうね、うんうんうん、で、まあ結局そういう風にやることになって、で、活動を始めてもうしばらく経ってるわけですよね、はいはい、もう馴染んだ、あ、もうだいぶ、そうですね、もう今4ヶ月目になるんですけど、うん、はい、もうライブ数とかも結構多いので、はい、だいぶもうメンバーともずっと一緒に、うん、もう毎回また明日また明日って別れるくらい一緒にいるので、うん、もうだいぶ馴染みました、それぐらい毎日ユーロップって言ってるので、うん、そうなんだ、はい、これはこれはどういうことですか、これはどういうことですか、これはあれですね、今だけ仲いい可能性ありますよね、どっかに隠れユーロップ嫌な人いますよね、ゆかりんじゃないのゆかりんだね、まだ名前は嫌ですけどね、名前はそこは譲れないと、多分そんな感じしますね、怪しいな、怪しいな、怖いな、うん、ちょっと悩みがあったら早めにね、ちょっと相談した方がいいですうん、確かに、うん、なんか急にドンっていくよりかはちょっと悩み話すことで解決していった方がいいと思う、ちょっとずつ出して、うん、もしね、なんか迷ったりしてる人がいたら、うん、そう、あの決断を急ぐ前に結構深刻な問題だったよ、キャッチなアドバイスがなんつって曲をね聴きましょうよ、ありがとうございます、うん、これ MV かな、ん、曲、お、あ、曲ね、これ CD 開ければいいんですかね、開けちゃっていいですか、はい、どうぞです、 ありがとうございます、どんな曲なんですか、4曲入ってるんですけど、はい、Here We Go & Go Shake and Moving、 カイト・マリア・ビバラ・ミュージカで、全部1曲ずつヨーロッパの国をテーマにしてます、おすごい多様性なので、多様性なので、ね、ヨーロッパの多様性もう取ってつけたように多様性なのでヨーロッパの多様性ってよくわかんないよね便利な言葉ですよね、多様性ヨーロッパの多様性なのに、あのロシアがテーマな曲があるんですよ、そうなんだ急に、ね、この1曲目の Here We Go & Go、 これあのミュージックビデオを出した曲なんですけど、それはロシアのテーマ、え、ロシアのっているの、ロシアいないです、多様性なので何でもありです、ヨーロッパって言いながら、しかもロシアって名前つく子もいないのに曲があるんだ、はい、そうなんですよ、ちょっと多様性って言葉に逃げてますよね厳しい意見がで、聴く曲は1曲目、そのあ、はい、Here We Go & Go お願いします、うん、じゃあ行きましょうか、お願いします、お願いします、曲振りをしますか、曲振りお願いします、それでは聴いてください、はい、Here We Go & Go、Yeah!
はい、ありがとうございます。いや、思わず最後まで行ってしまいましたね。一曲パフォーマンスさせてもらったような気分、ね、ありがとうございます。ずっとイエイって言ってんだね、この曲で。そうですね、大変じゃないですか。いや、でもライブで皆さんがやってくれるのですごい嬉しい。なんかね、盛り上がりそうだね。はい、楽しいです。無言でね、みんな。そうですね、まだ無声なんで、ね、声出せないから、声出せないから、ずっとみんなイエイってやってんだ。いや、すごいわ。なんか喋ってる時はちょっとなんつうんですか、怪しいなと思ってたけど。怪しいとは、曲を流してちょっとね、あの座りで上半身で動いてるだけでもめっちゃアイドルと思って。あ、なんかすごい、すごい絵になると思って、なんか止めれなかったですもんね。ありがとうございます。そう、見てる楽しかった。ありがとうございます。うるしい。私たちはこの動きでもうるさいのが大きなポイントの一つ。うん、そう思った。マジうるさい。あれ。いや、でも、いや、いいですね。ちょっと全然分かってなかったけど、ファーストコンタクトはすげえ印象良かった。素敵でした。ありがとうございます。もういいかな今日は。そんな、もうちょっと。それはダメです。もうちょっといさせてください。でもね、時間的には結構ギリギリなんですよ。そうなんですか。だってフルでかけちゃったもん、曲。そう、喋りを減らしちゃったから。そう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 。まあ、でも告知行かないとね。ね、もうそんな喋ることないからいいんじゃないですか。まだありますよ。オールナイトのを持ってきてます。今日は。いやだからたまにいるんですよ、オールナイトでとか言ってくる人。勝手にやっていいから。そう、自主的にやってもらえばいいですから。今ツイキャスとかいろいろありますからね。ショールームとか。告知行きますね。告知行きましょう。お知らせことありますか。はい、次のライブは今週土曜日、新宿レニーにて16時より行います。ぜひユーロップに旅行しに来てください。そしてリリースイベントもたくさんやってるので、ぜひ遊びに来てほしいです。はい、ここでゆいちゃんからラップがあるんですね。はい、自称ラッパーなので、ちょっとお二人に失礼いたします。はい、タワレコのショー、そう、あ、うわーい、もう一回、もう一回、テイク2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 、はい、タワレコの総長、社長、絶好調、ナンバカズミ、食べてみたいイカスミ、ちなみにどこ住み。さすが、見切った、さすが、ありがとうございます。僕はですね、あの大田区の西蒲田。やばい。はい、いや、楽しかったです。皆さん、シングルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。夢などユーロップの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。かまたかまたって書かれてますよ。いや、すごいラップだったな。はい、一曲いきますかね。はい、一曲いきましょう。はい、お茶碗図のアフターファイブっていう曲があるんですけど、うん、それのリミックスとして、アフターファイブボサノババージョンがあるので、CDR で出たのでちょっと聞いてみましょう。はい、名前と年齢しか知らない。
があってうつむいたのは知らないふり三日月のぞかせて喫茶店いつもの席いつもの紅茶いつものアップルパイブラックコーヒー湯気で曇ったフィルター越しにつながってく点と点線と線目と目合わせてしまった今乗り込めない飛び込めない放課後時間よ止まれアフターファイブはいはい、もう一曲いきます、透明写真、はい、番組出てもらってますけど、うん、2回、が、ミニアルバム EP8、曲入りの出して、今これ出してるのが、限定版のジャケと通常版のジャケなんですけど、初中見舞い版っていうのをもうこの間出して、で4回で売ってるんですけど、これは何かが違うかっていうと2種類出てて、リンさんとユアさんのソロバージョンのヘイズが入ってる、ですがソロバージョンかけるとどっちをかけてどっちをかけてないんだみたいになる可能性もあるので普通に収録曲をかけようかなと思います。ファイヤと言っていいのか分からないですけど当たり前のようにめちゃくちゃ良かったですねミニアルバム、さすがですよね本当ね、うさぎディスコさんの。けどこのクオリティで出し続けているとこう もっともっとって なりますよね。なった時大変ですよね、うん、すごい。さらに一曲いきましょうかね、はい、10時ぐらいまでちょっと曲をかけていきます。里崎さんのフローエンターテインメントの、はい、岡本恵里奈さんがシングルを出したので、これなんつったらいいんだろうな、いや変な CD なんですよね。妖怪博士フィーチャリング岡本恵里奈っていう名義なのかな、はい、うん、
で出してるんですけど、うん、まあ簡単に言うと昭和症的な、うん、なんかやべえ感じでやってるのかな。この名義でずっとやっていくのかな、妖怪博士フィーチャリングで、ちょっと分かんないんですけど、そこから1曲、泥多忙。すごくないですか、うん、最初ショーナショーって言ったんであれって思ったんですけど、全然真面目にやってる感じですねこちらね。でもね、もう一曲の、うん、そうおはぐろべったりっていうのも、うん、もっとねまたちょっと変なアプローチで、なんかなぜ妖怪博士名義なのか、うん、よく分かってないんですが詳しい人教えてください。もう一曲かな、はい、レオ・ワンダーの、アルゴリズムという曲をかけます。
ずいぶん前に、うん、クラウドファンディングしてたんですけど、はい、完全に忘れてた頃にリターンがやってきました。レオワンダーでした。大丈夫かな。はい、ではゲスト行きましょうか、はい、今日の4組目のゲストです。はじめましてですね、はい、イネスの皆さんです。はじめまして。はじめまして。はじめまして。はい、はい、自己紹介します。自己紹介します、はい、あちらにカメラ、どれだどれ、あそこの、はい、はい、出雲日記です。はい、ぬいぬにきです。はい、川井ゆいです。はい、ゆらぎせつこです。私たちイネスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあおかけいただいて、はい、失礼します。失礼します。あれ、もう一人ぐらい来れる的な話は、実ははい、メンバーのもえにゃんが、うん、舞台の公演があって今、うんうんうん、全速力でこちらに向かって、はい、うん、あ、向かってですね。あと数分で到着予定です。そうなんですね、はい、ね、一番元気な人が、そう、はい、そうですよね。あ、でも舞台があるんだ。そう、舞台に今出演していて、そんな無理してくるようなもんでもないですけどね。今日みんな楽しみにしていたので、うん、念願のタワーレコードさんで、うん、本当に嬉しい。ゆらぎさんは前来たことあるんだっけ。あ、前2回お邪魔しました。ね、そうですよね、ご無沙汰しております。前のグループで、はい、それは行っているんでしたっけ。あ、行ってます。全然、あ、先ほどリミューさん流されてた時、うんうんうん、もうすぐチアリさんに報告しました。もうすぐ流れてるよって言って。そうなんだ。そうかそうかそうか、はい、デジャメのメンバーさんでやっていて、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。で、そのイネスですよ、はい、どうしてこういうグループができたのかみたいなのをなんか改めて聞いてみたいんですけど、はい、はい、あ、来た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 。よろしくお願いします。待て、マイクを持ってくださいよ。マイク持たないと何言ってくる。ここだよ、マイク。ここにある。今日服を今配信、ね、
配信でしたね今日。今スカート今ここで今ね。そっか。いやもうお客さんたちが待ち構えてると思って走ってきちゃいました。めっちゃ待ち構えてましたね。画面の向こうで待ってるよ。お待たせ。心強い。はい、続けてください。あ、どうぞ。あ、ちゃんと自己紹介した方がいいんじゃない。マイク持ったことだし。はい。それでは行きます。おとぎの国からやってきたカメラ。あ、そっち。おとぎの国からやってきた宇宙最強超絶かわいいニャンニャンピンクの萌えニャンです。みんな画面の向こうで大きな声で萌えニャンって呼んでくださいね。せーの、萌えニャン。電波を通じてドッキン、ありがとう。よろしくお願いします。やっぱ萌えニャンだけノリが昭和なんだよな。よく言われます。え、皆さん的にはちゃんとコミュニケーション取れてるんですか。おいしいファンの話とかしました。本当に、ね、まあでも こういう人がいるとでもやりやすいところもあるもんね。楽しいですね。そうですよね。今日も萌えにゃんいると心強いから早く来てほしいってずっと言ってて、萌えにゃんもう2度目かな。2度目、はい、2度目でした。2度目ですよね、はい、ダブルハピネス、うん、去年やってた時に出させていただきました、うん、でその時もちょっとシャシャリ出て。そんなことない。そう、全然そんなつもりないのに、すいません。いやいや、でもね、助かってますよ本当に。助かってます。で、ごめんごめん、話中断しちゃった。で、はい、どういう風にできたんでしたっけ。あ、はい、イネス、はい、イネスはですね、うん、あのトラッシュアップレコーズから6月にデビューしたアイドルなんですけど、うん、そのなんだ、半分は、オーディション、半分は、うん、あの運営さんがあのから声がかかる、スカウトなんだね。そう、スカウト、うんうんうん、でできたグループなんですよ、うんうん、はい、そもそもじゃあトラッシュアップが新しいグループ始めますっていうところで、はい、あれだったんだ。あ、そうなんです、うんうんうん、で、オーディション組は、はい、私と、うん、しーちゃんってもう一人、うん、今日、はい、今日お休みなんですけど。すごく印象的な方ですよね。なんかあのお披露目で見たんですけど、うん、すごい踊りがインパクトありました。しーちゃん、しーちゃん、そうそうそう、あのアイドル未経験で、うん、ね、そうですよね。そうなんです、うん、でそれで、オーディションとスカウト、はい、スカウト、スカウト3人って珍しいですよね。あ、そうです。4人、4人か、はい、うん、自分だけ遅れて、うん、遅れてごめんねっていうトラッシュアップの、うん、主催のイベントがあるんですけど、うんうんうん、そちらの方にちょっとソロで出させてもらった時がきっかけだったんで、うん、自分だけちょっとみんなより遅れてごめんね、遅れてごめんね、ね、メンバーだったりする言うと思った。ごめんね、後ろ二人がやかましくて。いえいえ、そう、遅れてごめんねをしたから、ちょっと、うん、ちょっとみんなよりイネスが浅い。イネスが浅いけれども、浅いって言ってもそんな変わらないでしょ、だってスタート一緒なんだからさ。まあ、いろいろあって、まあそういう遅れてごめんねがあって、うんうん、でもまあ、あのデビューは一緒にしました。で、ジモさんもそのやるつもりはなかったけれど、はい、アイドル活動を声かけられてちょっと、そうですね、うん、なんかやってみないって言われて、うん、え、できないですって言ったんですけど、ね、なんか気づいたらここにいました。やった。楽しい、ね、長めのブログというか、うん、ね、書いてましたもんね。あ、読まれてる、見ましたよ。ノート、そんな、うん、ノートは結構チェックしてますからね。嬉しいです。 でそれでやることになって、はい、で今日はお知らせ事があるんですよね。あ、そうです、うん、はい、あります。何でしたっけ。なんと、はい、イネス初のフィジカルの楽曲ができました。やったー、はい、それがですね、はい、あのデビューの日からあの 歌っていたというか歌っていました、うん、フィーリングスという曲が、うん、なんと今回 CD になりまして、今日初めてお披露目になりました、うん、お、やった。あ、そうなの。そうなんです。今日私たちも3日前とかに聞いて、うん、そうですね、ジャケット今初めて見ました。前に送りに来たからね。こんな感じです。なんか裏歌詞カードになってるんですけど、裏の歌詞カードに小窓で、うん、あ、これ言っていい、ね、あ、なんかね、もうすごい仕掛けがある、ね、楽しみ。なるほどね、楽しみにしてください、うんうん、ですね。
ね、まあデモ CDR って感じではあるんですけど、はい、とりあえず初めて音源がリリースされるという感じ、はい、でも それで俺急に思い出したんですけど、お披露目のライブに行った時になんか逆さまと出てて、でなんかすごい言い方あれですけど、すごい適当に差し入れを買ったんですよそうで その時に人数分かんねえよなと思って、新しいグループだから確かにそう何個にすればいいんだと思って、うん、で逆さまが2人だから、うん、ちょっと当てに行こうかなと思って、うん、で全部で8個買ったんだよ、ね、そういえばあすごいぴったりぴったり当たったんです。すごいすごいすごくないですか、予言者ですねなんかねトラッシュアップだったら、うん、その少ない人数だ3人とか、うん、2人とかではなく絶対かましてくるだろうなってちょっと思ってちょっとビビらせるだろうな、だから出てくるじゃん、出てきた時に、うん、おーっていうのが多分欲しいだろうなって思って、うん、で5かな6かな7かなぐらいに思って、でも7とか8になってくるとトラッシュアップもトラッシュアップでいろいろ経験してるから、うん、コントロールできねえだろうっていう予想を立てて6にしたんですよ。おすごい素晴らしい完璧な予想そうで出てきた時に6だったから、うん、よしと思ったんですよね、うん、っていうのを今急に思い出しました。お披露目の時、うん、私たちも行っちゃダメだったんで、すごいみんな、うん、あそうなんだ、ね、もやもやしながら、もやもやというかこんなに仲いいのに言えないみたいな、そうですよね、 SNS もフォローできないみたいな、うんうん、あーそうかそうかそうか、知らんぷりして生きてました、匂わせせず、でももう2月ぐらいか、そうですね、うん、今月で2月目です、うん、調子はどうなんですか、調子、うん、上場上場、上場、一部上場企業になっちゃう上がるね上がってますよ。まだあれなんですか、トークもみんな手探りなんですかいやせっちゃんが結構自由すぎて、うん、あそうなんだ、結構かましてくる、そうなんです、うん、どうしようかな、うん、みたいな感じ、それを受け入れる人がそんなにいないっていう、いやみんな心では受けてるんですけどうんうん、うん、対応が結構レベルが高すぎるのでね、でもいつも受け入れてくれてそれ以上の返しをしてくれるんで、あそうなんだそうなんだ、はい、そんなことないですまあでもみんなね、トークはまだねまだ拙いところもあるけど、みんなとっても仲良しなんで、うんうん、安心してくださいなんで喋りにこの癖があるんだろうねやっぱあれですかね、キャリア長いキャリアでいろいろね、はい、こうなっていったんですかね、そうなんですかねでもいつでも気持ちはフレッシュ、嘘でしょさすが17歳17歳だもんねでもみんな本当にいい子たちばっかりで、経験が長いからこそやっぱり怖さもあったんですよ、うんうん、初めてのユニットもやるって決めて、まだメンバーが集まってない状態だったのでちょっとドキドキしてたんですけど、うん、まあでもトラッシュアップの方がいい人たちだから、多分いい子だろうなと思ったら本当にみんないい子で、うんうんうん、今んとこやばい子一人もいないので安心して活動できてます本当に、まあ、でも何かしら経験してる人っていうのは絶対にそういうところが慎重になるから、人間関係とか、うん、なんつうんだろう、変な、なんだろう、ギクシャクは生まれにくいと思いますよね、やっぱりね、いろいろ経験してますもんね、いろいろね、まあねそこはね上手にね、こうすれば回避できるみたいな、ね、ノウハウがあるかもしれないですか、皆さんね、うん、すいませんね長くなっちゃって、でその時から歌ってる曲、あはい、そうなんです、うん、聞いてみましょうか、あはい、あ曲振りを、曲振りとか、うん、曲振りお願いしていいですか、それでは聞いてください、フィーリングス、もうみんな
フルで行ってしまった。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがですよね、素晴らしいね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんかさ、もうトラッシュアップの皆さんが、はい、その曲の作り方を心得てる感じがすごいすごいする。声がみんなあれですね、特徴あるから、うん、そのソロが結構多いんだね、この曲。そうですね、うん、なんかサビとかもね、うん、2人2人で、うん、なってたりとかで、はい、やっぱ少ない人数で歌う方が声の個性が出るからさ、うん、でね、うん、そのちょっと低めの声の人がいたりとか、うん、可愛い声の人がいたりとか、うん、バランスがすごい、うん、良い意味でめちゃくちゃだから、なんか個性があっていいですよね。ありがとうございます。曲調も素晴らしいですしね、うん、褒められちゃった、うん、褒められちゃった文句ないですありがとうございます。ありがとうございます。これイネスってあれですか、ニールイネスから来てるんですか。あ、なんかあの惑星の、惑星のイネスという名前から、小惑星のイネス、クレーターとかの意味でも。あ、そうなんだ。ありますね。一瞬ニールイネスかと思っちゃった。結構あの音楽好きなおじさんがパッと見るとイネスだから、あ、ニールイネスだって、うんうん、ね、ラトルズとかね、そう、もしかしたらそういった意味も含まれているないって言ってるからそれはないそうです。さすがですね、やっぱね。いやいやいや、そんなふくらみそうなところがあればもう膨らまなくても膨らまそうっていうね全然いやだ、もうやめてください。いいんですよ、もっと飛ばしてもらっていいんですよ全然いやいや、ね、まだあのね、他のメンバーにも喋ってもらいたいちょっと個性的なやべえやつらが揃ってるんでやべえやつらのみんな、見ないでそっちよ、やべえやつ、前見なさいって、前見なさい前列がやべえやつらなの。いや、全員みんななんか全員ところどころやばさがにじみ出てるみたいな、うん、なんかゆいちゃんとかはこんなになんかおとなしくて可愛いけど、うん、めちゃくちゃアングラ趣味で、うんうん、なんかあれなんだっけ、私この前、うん、あのなんだっけ、殺人ファイルみたいな本、別冊宝島、あ、はい、うん、借りましたあれって殺人ファイルなの。殺人百貨店っていろんな殺人が載ってるのがありまして、はいはい、別冊宝島に、それをツイッターに書いたら、うん、もえにゃんが読みたいとのことでお返ししました。勝手になんか昔の音楽雑誌とかなのかなって思ってた全然いろんな事件が載ってる、うん、いろんな、あれシリアルキラーが載ってるやつ、シリアルキラーが載ってるやつ、あ、そうです。あ、アメリカのとか、アメリカとか日本、あ、でも国内ですね、うん、基本、基本日本なんだ、そうなんだ、あまり今触れちゃいけない悪趣味系のあれかもしれないですねあ、そうですねでも悪趣味ブームはあったと思います。あったと思います。その時に出たやつですね、うん、はい、そう、だから僕もグループ入ったの知って、これ、うん、これ買ったんですよね。ありがとうございます。ね、お姉さんとユニットやってるんですよね、はい、双子の姉と一緒に、うん、そう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 、あのびっくりしました、買ってくださった方の名前に、うん、南波和美って同姓同名の方かなと思ってなかなかいないんじゃないそうそうそう、でも多分南波さんだなと思って、うん、ちょっとメッセージも添えて、そしたらね、ものすごい営業文が来た音源もいいですけど写真集もおすすめですみたいなそう、ぜひぜひこっちもよろしくお願いしますみたいな、はい、ちゃんと最後にイネスもよろしくお願いします。あ、そう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 、ありがとう、宣伝してくれて、うん、はい、あ、すごい丁寧な方なんだなと思って、あ、これも今やってるんですか。はい、あ、掛け持ちじゃないですけれど、兼務してるわけですね、これと、はい、ね、これもだからすごい面白かったです、これも。ありがとうございます。なんかすごい趣味が出てますよね、さっき言ったような。そうですね、ちょっとアングラ、アングラな、そう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 、あ、なるほどねと思ったんですよね。ありがとうございます。小津安二郎とか書いてますよ、小津映画鑑賞とかってなんか、はい、趣味ね。あ、小津安二郎先生の映画が大好きで先生なんだ、はい、これちょっと話長くなりそうだな、はい、そうです、長くなっちゃうんで、ちょっと感じですよね、ポップな話を、うん、だったらしていただけたらでもね、もう時間なんすよ、実は。実は時間だね、うん、なんか言っておきたかったことあります？は、それでは告知をしてもいいですか、はい、うん、お願いします。そう、ですね、イネス8月の16日に逆さまさんとルアンちゃんとイネスでスリーマンで新宿ロフトさんでライブがあるんですけど、うん、そのライブでこの今日流していただいたフィーリングスの CDR が発売開始されます。やったー、やったー、はい、で、
この CD は、うん、その現場あのライブ会場以外にもタワレコード渋谷さんのサブ61出張所にも、はい、販売させていただく予定ですのでぜひ皆さん手に取っていただけたらと思います。お願いします。お願いします。そして、うん、はい、そして8月の27日合ってますか？合ってます。27日にイネス初の主催ライブを渋谷サイクロンさんで行います。ゲストは、キテレツノンフィクションさんと川上キララさんのスリーマンでやらせていただくので、うん、ぜひ足を運んでください。足を運んできてください。大丈夫です、合ってますよ。足を運んできてください。お待ちしてます。待ちしてます。待ちしてます。はい、という感じかな。そんな感じです、はいはい、じゃあこれから皆さん、イネスをよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか新しいのできたら番組に遊びに行ってください、うん、あくれるんですか。もう毎月でも空いてれば、枠が空いてればいつでもなんか引っ下げてくるんで、毎月はいいや。本当ですか。フルメンバーでね、今度はね、ぜひぜひ。そうですよね、うん、遊びに来てください。遊びに来ます、6人で。ぜひ、というわけで、イネスの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ1曲どうしようかな。今お話出たので、はい、ゆいさんのローストチェリーマーケットの一曲、スパイシー、これなんていうんですか、スパイシーピンク、バツ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 ってあるけど、あ、スパイシーピンクをかけてかけます。じゃあ、イネスメさん、あざした。ありがとうございました。ですかね、今日はゲスト4組なので、はい、うん、こんな感じですね。結構曲もかけれたし、うん、なんかあれですね、いつもちょっとこう詰め込んでる感じしますけど、今日は余裕を持ってかけられた感じですね。よかったな。
はい、じゃあ、来月の、はい、あ、来月の前にそうですね、そうです、お知らせを、8月22日日曜日の19時から、桜学院推しの集大成生和美のアイドル36号特別編、サンキュー桜学院フォーエバースペシャルをお送りします。こちらはタワーレコードタワーミニの全店舗を対象に、対象商品、桜学院2020年度サンキューの、初回限定版の桜版、初回限定版、学院版、アナログ版3種類ですね、のいずれかをご購入の方に視聴用シリアルコードを差し上げております。で、アーカイブ視聴は8月31日までありますので、ぜひ、事前に簡単な登録作業が必要になりますのでご注意くださいと。これもね、8年、8回やってきましたけど、8回やってきましたね、ラスト、いや多分これじわじわ来ますよじわじわ来るね、これきっと来るな、もう、うん、ねえ、ちょっと喪失感がね、うん、だベビーメタもね、そうそう発表があったからね、発表になってだから、うん、僕びっくりしすぎてリツイートできなかったです。僕最初読んで何を書かれてんだろうってどういう意味だろう、意味が分かんなかった最初、うん、でその後になんかトースポじゃんじゃないかな、なんか、うん、なんかスポーツ新聞系がなんか書いてたじゃないですか、うんうん、ライブを封印するみたいな、うんうんうん、あ、そういう意味なんだって思いながら、なんかいつもああいう風に書き方するから、うん、何のことか一瞬分からない、分からないちょっとね、ベリーズ工房活動休止をちょっと思い出しました、ね、あ、うん、ちょっと何言ってんのみたいなというぐらいの受け入れられなさ、そうそう、だからね、どうしようかなって、そうですよね、桜学院とベビーメタル、まさか、まさかですか、ね、同じ年に来るかって感じですもん ねだから今年だからやっぱりその、うん、コロナがあって1年経ってから、うん、やっぱり結構ね、うん、やっぱあれですよ、うち僕もだから会社やってるんであれですけど、うん、だんだん先が分からなくなって、また去年は1年経ってはなんとかなるかなっていう、なんか何の理由もない楽観的な、そうですよね、うん、ちょっとさすがに、うん、そのこの1年半ぐらいの間にそういういろんなものが決まって感じになってますよね、うん、影響がちょっと露骨に目に見えるように出てきたというか、うん、あとなんとなくもう元に戻んないなって感じしません？それは本当そうですよね、だってなんかいつか、また以前のようにライブできるようになったらみたいな MC とかって前よくしてたけど、現実味全くないですもんね。僕はね、もう握手会ないんじゃないかとすら思ってます。もうそうですよ、コロナが、インフルエンザぐらいになるとねあれですけど、うん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 、ってことはやっぱりワクチンもできて、それを治す薬もないと無理じゃないですか、うん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 、2つないとね、うん、ってことはいつなんだっていうね、あと1年以上かかりますよね。ちょっとね、いよいよ正念場ですよ、もうアイドルの皆さん。へー、自分も生きていけるのかなみたいな思ったりしますけどね、うん、あれじゃないですか、南波さんもやまない程度にこう配信をいやもうね、6月7月で相当病んだのでちょっと心にこう余裕を持ちながら、そうそう、もう今月はめちゃくちゃ少ないです、だから配信が少ないし、うん、もし今オファーが来てもすいません、ちょっと8月はゆっくりさせてくださいって言うようにしてます。あ、なんか逆に、はい、インタビューとかをの機会がすごく多くて、うん、やっぱなんか記事だとか、あと、まあ、最近 YouTube でインタビューやってくださいみたいな、あ、無料で見せるって、そう、この間ピグスの子たちのやったんですけど、うん、はいはいはい、すごいあれとかもやっぱリアクションあるから、やっぱ当たり前ですけど本業をちゃんとやんないとなっていう結論、うん、拡散というか聞いてもらうのはやっぱり YouTube いいですよね。そうですね、うん、知ってもらうという意味では、お金取らずに、うんうんうん、そうなんですよね。なんかあれもだからプーちゃんが南波先生って呼ぶのもなんかいいですよねそうです、ね、懐かしい、もう未だによ先生って呼んでくれるの、うん、プーちゃんだけなんで、初期のミスそう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 
だこの間だからピクソンのライブ行った時にサキちゃんに会って、そうそう、サキちゃんも先生って言ってくるから、ああと思って、いやサキちゃんこそ先生じゃんみたいなねえ、振付の先生やってるよね。じゃあほら、和美はロフトにこき使われてる間は仕事あるっしょって言うけど、ロフト自体、ロフトのこき使われてるもの自体が仕事になってない可能性もありますからねちょっとお客さんもやっぱね配信疲れしてますからね。そう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 、けど僕も まだ買ってますよ普通に。あ、そうですか、ありがとうございます、うん、買ってこう見て黙ってるあまり何も語らずに。でも配信ね、だからちょっとまあ自分的にも工夫してなんか面白いのやりたいなと思ってるし、アイドルさんもね、うん、ちょっとただライブハウスの映像垂れ流しみたいなのもねやっぱ難しくなってきてるから、ね、考えるようになってますよね。買う買わないの基準で一つ最近出たのが、うん、アーカイブの長さ。あ、それもありますね、うん、3日ぐらいのちょっと3日とか、あのハロプロさんみたいにこう1日2日1日ですもん、ね、とかだとね、うん、ちょっとねうんって考えちゃいますね。長いとねちょっと空いてる時間にでもちょっとずつ見ていこうとかなるんですけどね。すいません、告知でしたよ ね、はい桜学院スペシャルが22日にあの夜7時からあって、でアーカイブが31日まであります、はい、そして、次回のレギュラー回は、9月2日木曜日の8時半からです、ゲストはマーブルマーブル、ピューパ、メイメイ、タマゴプリかっこタマプリ、エブリシングイズワンダーの5組です。初めましても2組ですね、有観客でやりたいところですけども、メイメイで勘違いしないでくださいね。あ、メイメイはそうですね、あの田村メイメイではないですね。はい、有観客でやりたいところですけど、このまま感染者数が増えていくとちょっと分からない、分からないですね、これですね、うん、で11月4日の申し込みは、締め切りました。え、ってことはもう12月のあと5組ですか。おお、そうだ、はあ、早いな、もう、いやもう年末 R グランプリじゃないですか。もう R グランプリですよ、生さん、マジかよR グランプリの季節がもうやってくる、早めの準備ですよ生さん。いやもう今年はなしでよくないですか該当なしでよくないですか。いやいや、もう無理ですよ、やりましょうよ、うん、もう泥多忙でいいですよたまたま手に持ったものを言うっていう。いやあ、グランプリか。あ、もう早いですね、90。そうね、いやネックだな僕も、はい、そうですね、年々というか去年と今年は全然現場に行ってなくて通販ばっかりなんで。あ、そうですね、あいつは潜りだみたいに言われますからね多分あいつは現場行ってねえからあのランキングは嘘だみたいな俺が決めてるんだけどねって嘘も何もないじゃんって一人で決めてんだからさでもディグが足りないみたいなことを言われますからね。クソとも思わなくなりましたけど、さすがに。いやもう思わなくていいですけど、もう、うん、そんなのは、うん、はいはい、はいはい、って感じではい、という感じですね、じゃあエンディングです。エンディングは、ミグマシェルダーの、なんだっけ読みが、コホーダの位置を聞いてお別れです、はい、今月もありがとうございました。ありがとうございました。